はい、野坂岩でございます。ではホライズンフォビドンウエスト引き続きやっていきましょう。メインクエストに開かれた空で、石の峰でコタロに会う、なんかコタロって呼んじゃいそうだけどコタロに会うということで、進めていきたいと思います。もうえらい遠いんで乗っていきます。はい、行きましょうか。うわ、なんかむっちゃいるやん、もう。あ、無理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 。ああ、落ちる落ちる。ほら、早すぎる早すぎる早すぎる。ああ、ばばばばば。ちょちょ、一回ちょっと降りて。あ、あれか、戦闘モードか。もうできないからもう行っちゃう。頑張って。ムシ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 。あ、こっち。あんまりかっ飛ばしすぎるとね、道から外れちゃうんですよね。道も険しいし寒くなってきた。石の峰はきっと近くだな。よいしょ。いや、ちょっとかなり険しい。え、これ合ってんの？合ってるっぽい。うわ、ちょ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 っと待った。
ちゃくちゃやわ。ちょっといきなりちょっと来んなよ。でちょっとこの超級を試してみる。あすごい、これもしかしてさっきのやつ？アイバー？あ、ごめん。撃っちゃった。あ、ごめんね。アイバーを撃っちゃったよ。よし。雪が溶けて服に染み込んでる。参ったな。もう取れない。これ何？下にあるってこと？これを使えば薬を補充できる。ああ、やっぱほら馬が赤マークついてるもんね。あらあら、ん？ん、知らん。あーせっかくずっと長旅一緒にしたらいな。それ以上進むな。流れ者がテナークスの地に入ることはかなわん。勇士ファシャーブから通行の許可は得ている。戦うつもりはない。血のような神、反逆者レガーラの闘志、グルーダを倒したものだ。あだなすものではない。進むがいい。だが我らの慣習に背くな。ああ、気をつけるよ。はい。ここが石の峰だと。コターロがここで待っているはず。会う前に少し見て回るか。え？なんという生きづらい。こんなとこに。これどうやって取れっちゅうの？ああ、取れなくはないのか。ぶら下がってとる。染められそうだ。これどうやって取るんだろうね。まあ、取れなくはないんだろうけど。ああ、なるほど。ていてい。
はい。あー、いろんな武器屋もあるね。なるほど。コタールだ。両方からの同志様ではないか。分かち合いたいものがある。また噂？先に噂聞きましょうか。あなたがしてくれたことは各一派に知れ渡っているよ。できれば力になりたい。目と耳を貸すことでこの一帯で起きたことは必ず聞こえてくるからな。そこで早速なんだが、トールネックが南西にある放棄された村に住み着いたみたいだ。だが一帯にはより厄介な機械がうろついているらしい。近寄らない方がいいかもな。ありがとう。トールネックをオーバーライドできれば周囲のデータを入手できるはず。あ、トールネックが追加になった。調べに行くか。ファシャーブが残したものか。うわ、ここも結構広いな、広そうだな。あー、道具と資源しか置いてないのか。何もいらないのか。いらない。後で占領地に持っていこう。また変なところに。ああ。こんなとこにも、ちょっとこっち。あれ、こっち。はい。ああ、危ない危ない。どれの？言わない。言えばよかった。こっち来い。こっち行け。こっち行け。こっち行こう。こっち行こう。なんかめんどくさい。すごいんだろうね。気をつけろ。危うい考え。守るべきものは分かったけど、あれを作らせたらすごいでしょ。あの機械と森との両方。よっこらしょっと。あれ
トールネックどこやったっけ。これか。目をつけてる武器があるが、まだメダルが。ああでも言っといた方がいいんだろうな。これどっから行こう。なんかどっから行っても遠いような気がするな。こっちか。ここまでファーストラベルで行って、こっからちょっとトールネックをね攻略して、マップをねちょっと広げないと分かりづらいんでね、やっていきたいと思います。捕まえないとダメなのか。いや乗り越えないで。はい、というわけで、一回ねちょっとトールネックを乗っかりにね、保証の森かなに行きたいと思います。はい、では今回これで終了したと思います。どうもご視聴ありがとうございました。野坂陽でした。